すげえ綺麗。なんだこれ。いいこと書いてある。ごめん、ちょい危なかった、腹がブリブリ中だった。俺もやばかった。見足が悪かったかも。うん、マック食った後に油っこいの作ってたの。なんか食べたっけ。あー、はい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 、ただこれウォシュレットの最強だね。ほら、あるじゃん。上行けるじゃん。これ。ああ、そういうこと？あ、本当だ。車両禁止って書いてあった。車両に進入禁止って書いてあった。あ、こっからも行けたんだ。
知らなかった。へえ、なるほどね。はあ、うん、ちょっとだけ歩きたい。あと15分ぐらい。ここいいな。でもまあそんな遠くないとこで。はいはい、上から行かないけど。ポポおいで。はい、ちょ、危ない危ない。おミスしてるからうんこだけ回収すれば。めっちゃいいやんけね。ああ、心が現れる。ただ、暗くなるとつまんなくなるから、早く帰ろう。まだ明るいけどね。このまま静岡もらって、長尾峠を走ったら楽しいのかな。あ、それでもいいけど。まあ、あなたしだね。私は横でアホ面してるだけだもん。いや、だって静岡もう近いでしょ。多分。とりあえず波設定は外出たりやろ。ああ、それがいいです。うん、これマップってあるか。え、いや、結構かかるよ。長尾まで1時間って書いてあるんだけど。いいや、長尾はまた今度でいいや。さすがにだるい。今見てる、うん、南甲府ってところから乗るらしい。へー、あー、中央道だ。中央道なんだけれども、
混まないかどうかなんだよな。混むんじゃないの、この時間めっちゃ高速やばいんだよ。そうなんですよ、ね、あれめっちゃ。これどうしようかな。やっぱ来た道戻ろうかな。それもでも楽しいのかな、長尾とか行かないで。ちょっと待って、まあ、ただこっち自然界近いからどうなってる。いや遠い、遠いんだ。長尾までやったら1時間半かかってたよ。さすがにだるい。どう帰るかなんだよな。来た道戻って楽しめばいいじゃん。あえてその南甲府から乗って、であそこで降りようかな。大月。行けるのかな。あの渋滞状況のあのマップが欲しいんだよ。どうやってるんだろうね。うん、よく高速にあるやつ。これもいいや。とりあえず分かった。ナビを見て。どうやったっけ。